こんにちは、この花の寒月です。今日は上半身をきれいに見せる着方をご紹介したいと思います。コツが2つありますので、よろしかったら参考になさってみてください。はい、それでは早速始めたいと思います。今回は基本をご紹介していきたいと思いますので、ご用意していただくのは腰ひも1本と、伊達締めかもしくは伊達ひもですね。こちらをご用意ください。はい、そうしましたら、前回の裾合わせを終わった状態になっております。腰ひも1本で、裾を合わせております。はい、そうしましたら、おはしょりですね、宮津口こかいたところから、手を入れていただいて、後ろトントン、前もトントン、ここが綺麗なラインになるように整えてください。はい、そうしましたら、今から襟元になります。ここが一つのポイントになるんですけれども、襟を合わせていただいて、下の半襟よりも着物の襟の方が後ろ側ですね、本だとだいたい5ミリって書いてあるんですけれども、最初ちょっと難しいかなと思いますので、約1センチぐらい、差があるように着付けてください。そうしましたら、これが最初のポイントですね。はい、そして、ここの襟元の合わせ方になります。耳たぶから、襟が出てくるように着物の襟を重ねてください。で、大体最後ですね、この辺りが 1.5 から2センチぐらい出るようなイメージですね。それで襟を合わせてください。はい、そうしましたら、次が2つ目のポイントですね。おはしょりの作り方になります。腰ひもを1本ご用意いただいて、この場合はですね、もうご自分のウエストのところでいいです。ここに、腰ひもの真ん中を持ってきていただいて、後ろで交差します。はい、そしてその時ちょっとギュッと締めてください。ここはね、緩くていいです。前はそんなにギュッてしなくていいので、刀輪か蝶々結びしていただいて、腰ひも絡めてください。そうしましたら、今からおはしょりなんですけれども、背中のシワを伸ばします。じゃあ、背中のシワを横に縦に、きれいに引っ張って、背中をきれいにしていただきます。で、今回のポイントですね、ここのはしょりのところを、先ほど、手でポンポンってしたので2枚重ねになってるんですね。で、厚みが出ます。で、これを薄くしたいので、手をここ襟元から、手を入れていただいて、内側の身ごろを上にグイッと上げてください。もうこれは本当に基本ですね。一番最初、これを覚えておいていただくと、ここが一重になって薄くなって、帯を巻いた時にここがすっきりと見えるようになります。手はですね、もうこういう風にした状態です。こう、分かりますかね。こういうふうに上に上げています。こういう感じになります。そうしましたら、あと最後は手持ちでしたら伊達締めか伊達ひもで、ここのおはしょりをきれいに整えていきます。はい、で、よいしょ。はい、今回伊達ひも使いますね。伊達ひもを合わせていただいて、結び目か右側か左側かになるようにしてください。で、からげていただいて、これを上から入れていただいてもいいですし、こうやって下から広い面の中に入れていただいても大丈夫です。はい、こちらで上半身が完成になります。一から始める着物シリーズは今回で終了になります。今後は綺麗に見えるコツを細かくご紹介してまいりたいと思います。ぜひお楽しみに、今後の動画もお待ちください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。
それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。